こんにちは、アニマルタイガーです。はい、ということでですね、今回なんですけども、久しぶりの亀池掃除。はい、ということでですね、お父さんの飼育する亀ちゃんたちがこのね、池にたくさんいるんですけども、今回もね、遊びに来て、お掃除の方もね、やっていきたいと思います。はい、ということでね、久しぶりにやってきましたね、こちらの、お庭ですね。久しぶりだね、こんな感じで、こっちはね、割と綺麗なんですよね。水といい、あの苔もあんまりこうくっついてないので綺麗かなという感じですけど、こっちのね、池はまあ相変わらずと言っちゃなんですけども、側面にね、めちゃめちゃこう苔がついてるもんで、かなりね、まあ、下の方とかも全然見えない状態になってるのでね、また、掃除していこうかなと思います。まあね、全部、ピッカピカにね磨くと、まあ、それもね、カメちゃんたちにとってあんまり良くないと思うので、ある程度ね、綺麗な見栄えになるぐらい、掃除していきたいなと思います。はい、じゃあエイちゃんに出てきてもらいました。この池の構造をまずちょっとさ、説明してもらおうかなと。これ多分だから分かんない人多分いっぱいいると思うんだよね。どういう感じになっちゃうか。池の水をポンプで吸い上げて、ポンプでね、あれね、あれ天君のポンプと一緒だからね。ポンプで吸い上げて、この中に岩石とろ過する石とかが入ってて、水をろ過する石が中に入ってて、この中に、全然見えないけどねこれ入ってて、で、どういう感じ、ここに水が入ってくるじゃん、それがどうなるか。で、この下からこの石、本当は汚れてなきゃもこんなにたまんないんだけど。ああ、そうなの。もう石が綺麗だ、全然汚れがない状態だったら水たまんない。へえ。で、下から下から出るの。下から出て、あ、下から出て、こっちがいっぱいになるとこっから出て、こう来るわけか。そうか。へえ。そっち側も同じ感じで、ここに電源があるという感じで、ええがやろ。ここに電源があります。で、どん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 これボールが詰まってくると、こっから水がするのもあって、あ、だからここちょっと低くなってるから、あ、そういうことか、溢れないようになってる、こっから溢れたら池の水なくなっちゃうから。これは本当はもっと綺麗にしておいた方がいいんでしょ、いいっすよ、すぐ。あ、そうだよね、まあって感じみたいです。一応システム的なところを、教えてもらいました。スイッチオン、あれ、こっちか、あ、いった、あ、出てきましたね。これでどんぐらいの抜ける、これ早いよ、もう前のあんたかもっていうポンプより色があるな。え、そのが、あ、本当だ、色違う、いいやつになってる。じゃあこれである程度、水が抜けるまで一旦ね待ちます。はい、ということでですね、水が抜けました。ポンプがね、あの新しいやつになったってことで、かなり早かったね。どんぐらいだろう、10分15分ぐらい、すごい早かった。こんぐらいもう抜けちゃいましたね。コイとね、カメがいるんですよね、この中には。あとエビとかかがいるみたいですよ。ということでね、水抜けたんで、このね、あの真ん中にあるものがちょっと邪魔なので、掃除もするのに邪魔なので、これをね一回、どかして、掃除していきたいと思います。ちょっとね、そこが見えなかったんで、コイを一回ね、プールの方に移動して、もうちょっとね、水抜きたいと思います。でかっ、よいしょ、じゃここで、はい受け渡し作業だね。よし、2匹乗り、結構おるね、コイ。
はい、ということで、下まで見えましたね。あ、ちっちゃい声が一匹だけいるから、あの子だけ移動して、掃除していきますか。かなりやっぱり数いますね、亀の量がすごいね。よし、あ、声が取れた。はい、じゃあそれじゃあ掃除していきますか。このなんかでっかいコケみたいなのだけ取ればいいよね。結構取れるわ。絶対取らないのみたいな。お掃除が大変なので、カメちゃんたちを一旦別の場所に移します。でかいね、草がめ。でかっ。でかっ。産んでるやつだ。でかっ。はい。はい、じゃあカメさんね、移動できたので、掃除ね、していきます。はい、ということでね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、ある程度ね、上の汚いね、苔を取りましたので、ホースで新しい水と、ポンプとで循環して、水をね、きれいにして、水を溜めていきます。じゃあ、いいよ、出して。はい、ある程度ね、この循環できてきれいになったんで、今水入れながらね、さっき外したブロックとかを元にね、戻してきます。はい、ということでですね、水を入れ終わりまして、綺麗になりましたと言ってもね、まあ、やっぱりあの側面をピッカピカに白くやったわけじゃないんで、やっぱ水の量もね、深さもあるから、結果下は見えないです。はい、見える時ってあんの？ある？冬場とかもっと、ああ、もっとね、冬場とかだと水が澄んでくるみたいだけど、まだ、そこは見えませんね。はい、って感じで、今ね、まあこの中に何も入ってなくて、カメちゃんもね、一旦こっちにいてもらって、コイさんも、そっちに入ってて、コイはね、後で入れようと思うんですけど、カメさんは、この後ね、ちょっとね、甲羅の方、まあそんな汚くないですけど、ちょっとだけ磨いて、なんか個体差とかもねあるので、その辺も見ながらちょっと、撮影したいと思いますのでね、それは後ほど撮りたいと思います。ということで、今回の動画は、またまたね、お父さんの池を掃除しに来ましたということでですね、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。